任せろっていう感じですかね。おかげです。動画のおかげ、動画のおかげです。それはやっぱりご自身が練習したおかげですよね。見ていただかないと意味がないですからね。はい、あ、とってもいいと思います。どこがとってもいいかっていうと、そのリズムね、こういうリズムがほら結構複雑じゃないですか、ね。でまあ、動画でも遅れてますけど、そのリズムが分かりにくいところっていうのはね、そこだけ取り出して練習すると本当効果が上がるのでね、引き続きそのように練習していただければと思います。じゃあ今度は右のページね、右のページ2括弧の今1小節目で終わったっていう形を取らせてもらうと、2小節目どんなくじけそうな時